エアロ・コントラクターズ・カンパニー・オブ・ナイジェリア・リミテッドは、エアロ・コントラクターズとして知られているナイジェリアの、ムルタラ・モハンマド国際空港を拠点とする航空会社。ヘリコプター、飛行機にて、国内便、国際便の定期便や、チャータ便、貸切便を運航する。ヘリコプターは、遠隔地に存在するガス生産拠点や、石油生産拠点などに移動する際に使われる。 6人乗りのチャーター機パイパー PA-23 エアロコントラクターズはシュレーナー航空の完全子会社として1959年に組織され、1960年に登録された。1973年にナイジェリア資本は40%に増加し、1976年には60%に増加した。 これは1977年に施行された外資規制法令のためにナイジェリア資本を増加させたものである。2004年に40%の株式を持つシュレーナー航空は CHC ヘリコプターに買収された。残りの60%はイブルケが保有していた。2010年7月1日に CHC ヘリコプターは保有していた株式を一内裏でイブルケに売却し、 イブルケが株式を100%持つことになった。2013年3月に職員が人員の縮小、アウトソーシング化に反対し、ストライキを行った。この結果、18日間フライトは、休止、航空券販売額としては最低でも100億ないらの損害が発生した。資金繰り悪化のため、ナイジェリア政府の公的企業である、 アセットマネジメントオブナイジェリアがエアロコントラクターズの株式の60%を持つことになり、2013年8月には、あ、2013年8月にナイジェリア政府はエアロコントラクターズをフラッグキャリアとして利用し、ナイジェリアイーグルと名前を変更し、新規株式上場によって2000億ナイラを獲得すると報じられた。イブルケが完全所有していたが、2014年現在は、 ナイジェリア政府の公的企業であるアセットマネジメントオブナイジェリアが60%、イブルケが40%所有している。エアロ・コントラクターズは以下の2つの部署がある。エアロ・コントラクターズはロータリーウィングの部門で CHC ヘリコプターと技術協力関係を結んでいる。アエロスパシアル AS365 ドオファンにデハビランドダッシュ8ボーイング737から 300以下の空港に就航している。カメルーン側のナイジェリア2014年1月現在での固定翼の航空機の機材は以下。ありがとうございます。